はい、できました。今日のあちゃんちの、晩ご飯は鶏胸のたたきと、鶏のそぼろ、卵のそぼろで、鶏皮のだしで取った、お味噌汁、あ、鶏皮の酢のも持ってきました。で、きゅうり、ごぼう、なす、パプリカのぬか漬け、玄米でいただきましょう。では、いただきます。いやー、美味しそう。やっぱり美味しいね。どうしてのもうちょっと取りやすくしたら、もう取りやすいの。鶏のたたきをね、いただきます。醤油で、ほんと鶏の刺身、おいしいね。でこれをこのポン酢でいきます。これはおいしい。鶏のそぼろを、卵のそぼろを、こうしちゃった。茶色いそぼろ、ご飯も茶色いし、おいしい。やっぱ、これで鶏よ。鶏みたいな。やっぱり、ね、鶏が新鮮やとめちゃくちゃおいしい。卵は間違いなく美味しいしね。あ、鶏皮の酢のもんね、コラーゲンで固まってる。うん、おいしい。鶏尽くし。野菜はないな。忘れて、あとで何だっけ。鶏おいしいわ。鶏ってみんな鶏やけど、みんなの刺身、めっちゃ美味しい。
鶏のね、ハムとか結構中半生やったら危ないってよく言うねんけど、鶏とかって。でも鶏もね、表面だけやねんって。やっぱりあの胸とか、なんだ、ネッタリとかささみとか、だから表面をちゃんと加熱したら大丈夫ね。で、あのどっか鹿児島かどっかの郷土料理で鶏はさって出て、鶏をちょっと正面15秒ぐらい茹でて食べれて、わさび醤油かなんかでね、それをバーナーで炙ったら鶏のたたきになるんだけど、結構やっぱりね、あの調べたらね、ね、鶏をするにはスーパーとかで売ってるやつが、まあ、やっぱり怖いってね。やっぱりあの鶏屋さん、地鶏のお店とか、それにさばいてるところで買ってくるっていうのが大事らしいね。うん、いや、まあ、新鮮な鶏が美味しいわ。どこの鶏のたたき、うん、美味しいやろ。なかなか食べられへんの。鶏は生あかん。ほんまにしんじゃん。おばあちゃん、鶏のこのブロックのとこからさばいてくれて、うだみどりってでっかいねん。おばあちゃんにでっかいなって言うとって見えんねん、さばくとこな。こんなんやねん。こんなでっかいやつ持ってる。ちっちゃい時もはねて、まあ、まあ鶏の皮だ、皮とか剥いてしまうな。肉だけにしたら骨ついてんね、足とか。一匹の鶏の、あとは肉をさばくみたいな状態やね。内臓とかに剥いたんだけど、ちょっとグロい。いや、中入られへん。中は、キッチンの中も入られへんから。大きいな、でも。どっか見えたところだけ写真が撮る。じゃあ携帯持って行ってなかった。どこやし、うん、すごいびっくりするわけ。おばちゃん大きいねんな。時期でも、時期もあんねんけどな、結構大きいのね。若鶏のさばいてるのは見たことあってんけど、こんな大きいのがさ、若鶏は日にちが少ないからちっちゃい面って言う。時間かけてね、買われた鶏。いかお味噌汁は飲んだ。量は飲んでないの。味噌入れたらね、鶏の濃厚さがちょっと薄まる。もっとね、あの鶏汁だけにしたら、やっぱり塩かけて、塩かけて、塩入れて、おすましにした方が良かったかも。スープにした方がね。うまいよ。ちょっと濃いすぎる。こんなに鶏のね、胸、胸じゃ、胸から出た、あれ、肉っていうか、油のところから出たスープやから、すごい濃厚で美味しいね。これほんまに、塩か醤油だれつけて、麺入れたらラーメンになるよ。うん、美味しい。ね、炙ったあのこの香ばしさでね、ちょっとこうほんのりスモークされた感、すごいおいしい。あのなんとか鍋ってなかったやん。
なんとかにやって忘れた。あ、どれだ。あのスモークできる鍋。何だっけ、なんとかな、まん鍋かなんかやつ。じゃ、まんこだ。なんかその前の鍋を買ったのよ、前に。まだ一回も使ってないんだけど、あれって無水調理ができて、野菜とか入れて、肉入れて、たら無水でできたり、あの、タジン鍋みたいなの。その鍋やんだけど、スモークできるから買ってんけど、スモークがね、すごく大変みたいで、部屋でやるとえらいことになるらしいね。家中が一風されて臭いらしいね。で、外でやれって。うちの外でやったらさ、部屋に匂い来そうで。それが怖くてね、スモークできてんだけど、スモークやりたいんだけどね。だね、ポリハムスモークとかしたらすごい美味しいんちゃうかな。もうね。うん。いつかね、そんなやりたいなと思ってんだけど。うん、おいしい。鶏のたたき最高やな。なんかこうさばきたて買ってきてやろう。鶏づくし最高やん。なんかこぼしてる。おいしい。あ、おいしかった。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんの鶏づくし、めっちゃおいしかった。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。今日ね、おかんの晩ご飯じゃなく、おかみの晩ご飯って感じ。もう鶏のたたきめちゃくちゃ美味しいよ。これ新鮮な鶏しかできないけどね。作ってよかったと思った。ではまたね。バイバイ。